電気自動車、え、なんで売ってたのっていうことなんですけども、実はそうじゃないんです。これ私たち、自分たちで作ったんです。これ、あの、製造から36年ぐらい経った車なんですけれども、まあ、その、電気自動車ということなんで、エコカー減税対象者なんです。なんか、そんな面白いこともできちゃいました。私自身、この車と出会ったのが、やはり映画でした。えー、未来や過去、あの、飛び回る、かっこいいデロリアンに見せられて、ああ、いいな、この車いつか乗ってみたいな。 できれば私も欲しいなと思ったこともあります。ただですね、あのオリジナルのデロリアン、ものすごく壊れやすくて、なんか維持するのが大変なんですね。で、まあ、もともとそんなに、あの、えー、そこら辺にある車じゃないんで、まあ、夢だなと思って、えー、それぎり、えー、まあ、終わったんですけども、まあ、通常、この話はもうここで終わったりします。で、私、あの環境問題に興味がありましてですね、いろいろ調べてるうちに、あの電気自動車っていう分野に、えー、を知ることになりました。 で、電気自動車、あの CO2 削減に、あ、えー、の、とても有効な手段だということが分かったんです。まあガソリン車から、あの、電気自動車に乗り換えるっていうことですね。えー、あなるほど、環境問題にそういう貢献の仕方があるんだと思った。で、もう一つ、EV って実はとてもあの構造が簡単で、あの、壊れにくいっていう特徴があることが分かりました。で、その時にふっと気がついたんです。あまあ、あの、ひらめいたんです。デロリアンを電気自動車にしてしまえば、 壊れないでる恋愛ができるじゃないかと。あ、これ面白いと思ったんですね。で、えー、さらにあの映画の中で、えー、ドクが自慢げに、えー、タイマシンを作った時に言ったセリフを思い出しました。どうせ作るんだったらかっこいい方がいいじゃないか。よし、じゃあ私もこのプロジェクトやってみようということで、たった一人で始めたんです。えー、そしたらいろんな仲間が集まってきましてね、なんかとても楽しい、えー、経験ができたなと思ってます。で、えー、こちら。 えー、2015年10月21日、えー。これが何の日かお分かりでしょうかバックス・トゥーフューチャーパート2っていうのは1989年の公開なんですけれども、その時にデロリアンが、えー、飛んでった未来の年が2015年の10月21日だったんです。で、この日、えー、に飛んでったデロリアンって実はここに置いてあるようにですね、ビールとバナナの川で、えー、走ってました。 ま、それであの、未来からですね、あの、飛んできたっていうのが描かれてたんですけれども、ま、これが未来ですね。で、えっと、私たち、とその未来の日、なんか面白いことやろうということで、ポケモン GO みたいなイベントをちょっとやったんです。友人にですね、えツイッターに自動、あの、位置情報を自動配信するアプリっていうのを作ってもらいまして、それを持ってですね、デロリアンで広島市内をあちこち走り回るんです。そしたらですね、あの、ま、未来の日に、 デロリアンに会えるということでなんかとてもあの面白がってくれましてですね、えー、いろんな人がその僕が今走ってるところに集まってくれてデロリアンを囲んで未来の日が来たねすごいねっていうのをわいわいやったんですであの今日ですよねやつらが来たの今日ですよねっていうふうに言って偉いあい張り切ったりとかですねあの盛り上がったりするがいたりとかなんかとてもすごい面白い経験ができましたでですねその時に いろんな人が、あのー、こんなこと言うんです。えー、このデロリアンすごいですね、電気で走るんですかでも、この車、生ゴミで走ったらもっとすごいのにねって,って言うんです。えー、電気で走るだけでも結構大変だったのに、そこまで言うかっていう気持ちがあったんですけど、じゃあ実際にやってみましょうかということで、えー、実はこういうゴミで走る EV デロリアンっていう企画を実際にやってみて、みんなの前で走ってみせました。でこれは 生ゴミをですね、発酵させると、アンモニアとかですね、えー、メタンガスができます。で、そこから実は水素って作れるんですね。で、その水素を使って発電したらですね、えー、まあ電気でいきますね。で、それを充電すれば、e ブ・デロリアンというのは、まあもう電気自動車になってますから、なんと生ゴミのエネルギーで走ることができるんです。で、しかもこれゼロエミッションなんです。どうですこの無理くり感。<laughs> ですけど、 やっぱりこれが未来に、あの、行き着く、あの、まあ、未来に、あの、向かうエネルギーのあり方っていう意味では、なんか合ってるかなと思います。で、あの、まあ、広島大学のですね、水素エネルギー研究者の先生方と一緒に、えー、まあ、これをコラボしてやりまして、えー、みんなの前で、え水素エンジンで発電して、えー、充電してどうだっていうのを見せ、見せました。で、水素エンジンっていうのはもう出るのは排気ガスじゃなくてもう水蒸気しか出ないんで、全然臭くないんですね。 えー、水素で動くエンジンってこんなんだっていうのをみんなに見てもらったりして、えー、みんなで未来の体験を一緒にしたと、えー、いうことになりました。で、えー、私たちの活動で、実はあの、電気自動車っていうのはとてもあの、イノベーションの塊だっていうことがよくわかりました。で、さらにですね、えっ、ー、と、モーターとか電池とかですね、今ものすごく技術がどんどん進んでいるので、もしかしたら詰め替えたら、あの、性能がどんどんアップできるんです。この車、 もうそうなんですけど、実はあの、これまで3回アップグレードしましたので、えっ、ー、と、走行距離も50キロから100キロにとかですね、急速充電が使えるようになったとか、どんどんできた後も進化してるんですけれども、今ここに映ってる電池、えー、これ今、だいたい120キロぐらい走る電池なんですけど、電池がもっともっと良くなれば、うん、この車の状態で300キロ、400キロ走ろうと思えばできる時代が間もなく来るような感じがしてます。 そういうイノベーションをとても感じることができたなんか面白かったなと思ってます。さて、2011年3月11日、この日何が起こったか皆さんもちろんお分かりだと思います。東日本大震災、津波、原発のメルトダウン、過酷な放射線被害や、ふるさとを追われる人たちの理不尽さを目の当たりにして、エネルギーを真剣に考える日になりました。 私も考え方が変わりました。科学技術の在り方を根本的に変えなくちゃいけないんじゃないかっていう思いです。やはり、あの、大量生産、大量消費の社会はもうダメです。そうではなく、まあ、エネルギーもそうですね、えーたりあの。豊かさの象徴なんです、エネルギーっていうのは。それを足りないから、環境負荷高めて、えー、発電を増やすというのではなく、効率を上げる。 えー、まだ十分にうまく使えていない再生可能エネルギーをうまく使うそういった姿勢がやっぱり求められてると思うんですで目標にしたいのはですねあの世界一エコレジカルな都市だった江戸だと思いますやはりそういうふうなですね、えー、持続可能な社会に向けて私たちの暮らしやっぱどんどん変えていかないといけないんじゃないかなというふうに思います実はその時ふっと浮かぶのがデロリアンは最初プルトニウムから 走ってたんですけど、それが、これに変わりました。やっぱプルトニウムから、あの、バナナの皮へいと進化したように、世の中、どんどん変わっていけたらいいなと思ってます。私、実はですね、あの、こんな、あの、壮大な夢を持ってはいるんですけれども、あの、その夢をどうやって実現しているのか、実はよくわからないんです。なぜかと言いますと、えっ、ー、と、ここで一つちょっと、あの、白状しますけど、私、実は、コテコテの文系なんです。形にするスキルって持ってないんです。 それを実現させてくれたのが、あの、このデルリアン EV 化計画というブログでした。この場を使ってですね、活動の趣旨とか、今こんなことやってる。でも、ここで困ってる。わかんないここっていうのをどんどん情報発信しながら、えー、メンバー募集をしてました。そしたら、マツダの OB の方とか、あの、電気配線の専門家、えー、大学院生など、そういういろんなスキルのある人たちが面白そうだと集まってくれました。 で、えっ、ー、と、ネット上で情報を寄せてくれる人も出始めまして。わあこれって、あの、まあ、まあ、本当そういう人たちと集まりながらいろいろやっててですね。あ、情報っていうのは、えー、発信してる人のところに集まるんだということがよくわかりました。えー、まあ、この方、マスター OB のヒルタさんっていう方なんですけど、あの、2年前に、えー、ンでお亡くなりになりました。とても物も静かな、まあ、紳士だったんですけれども、 現役時代あの、電気自動車の開発に駆動系でかかってらっしゃいました。実際その研究をしているときにですね、これはそ面白いイノベーションだというふうに技術者としてお感じになったんですけども、実証実験で終わってしまって、とてもなんかやり残した感があったようです。で、後に私のプロジェクトを知って、えー、手伝ってくれるようになりました。えー、2回目のアップグレードのときには入院先の病院から来てくれたこともありまして。 えーまあ、あのこの仕事をなんか最後の仕事というふうに思ってくれたようです。なんかとても感謝の気持ちでいっぱいなんです。さらに遡るとですね、あのベース車の入手からとてもいいご縁がありました。私このプロジェクトを始めるにあたって、ベース車はもう捨てられそうなデルオリアンがあったら始めようというふうに決めてました。えー、2年間で8000台しか生産されなかった貴重な車なんで、 え普通に走るデロリアンをわざわざ改造するっていうのはやりたくなかったんです。で、そういう車ないかなと思ってネットいろいろ探してたらですね、東京の佐野さんっていう方が事故に遭われて全損で廃車になったデロリアンっていうのをまあ部品取り状態で売りに出されてたんですね。で、私、お出てきたと思って、えー、すぐ先方に連絡して、えー、これって簡単に直せない車ですよねっていうのを散々聞いてたら、先方からこんなこと言われました。 あの他にもいろんな人から問い合わせあるんだけど皆さんこの車ってどうやったら直せるのか直そうにいくらかかるのかっていうふうに聞いてくるんだでもあなたって全く逆のこと聞いてくる一体何やろうとしてんだで私はあのまあデロリアンを EV 化してですねあの次世代に残せる車にしたいんだという、まあ、夢を正直に話しましたそしたらおなんだか面白そうなことやるんだねよしわかったじゃあ この車差し上げますからやってくださいよっていうことで私デロリアンタダでもらったんですただその佐野さんがですね実は CG クリエイターでルーカスフィルムっていうところでも仕事した経験がある方ですでまあ要はですね同僚の中にバック・トゥ・ザ・フューチャーのスタッフもいた方からは譲っていただきましてですねえなんだかそんな方から夢託されたらもう絶対やなきゃいけないよねっていうことでまあ必死になってやりましてまあそういった形 でですねまあ、いろんなあの方との出会い、いろんな時間軸の中で,です、ね、このプロジェクトを進めまして、なんとかできました。で、車検を通した日が2009年の3月11日、ちょうど震災の2年前だったんです。で、あの完成して以降ですね、あのいろんな人がですね、私もこんなことを考えてたんだっていう言い方をしに来られる方がたくさんいました。でも、プロジェクトが実際に形になる前は、 あの、とても否定的な意見を言われる方が多く、多かったですね。テスラのあの、CEO の、えー、イーロン・マスクさんが、あの、こんなことを実は言われてたんですけれども、なんで、あの、テスラさんはそんなに早く電気自動車って作れたんですかって聞かれたときに、えー、アイデアって思いつくよりも実際に形にする方が全然難しいだろうっていうのをお答えしたそうです。で、私もやっぱりそうだと思います。 アイディアってあの考えただけでは実は何もやってないのと同じなんじゃないかっていうふうに感じました私の場合もあのじっくり考えてまずできるところから形にしていきました、えー、なのであの、まあ、できるところからやったので、まあ、その後アップグレードもしたんですけれどもあのそうすることによって具体的になりますし、えー、と課題も見えてくるしで周りの人にあ こんなことがやりたかったのねあなたはっていうのが分かってもらえるそんな機会になったと思います電気自動車をデロリアンでやって良かったなと思うのはあの見に来てくれた方がですねとても未来を語ってくれるんですそれが大好きだったんです普通の車で電気自動車を作ってみたとします電気自動車に興味がある人は来てくれるけれどもそうじゃない人とはなかなか出会えないんですね で、もう一つ、とても性能がいいガソリン車がありますから、えー、それと EV を並べると走行距離が短いよねとか、えー、そういったデメリットがすごい際立ちます。でも、デロリアンの場合は、ライバルがプルトニウムか残飯ンンです。で、この車を前にですね、で、まだ不十分だけど、あの、未来につながる、あの、ストーリーをですね、あの、提示してみると、皆さんはものすごく楽しそうに、 え、自由に未来を語ってくれます。まあ、この笑顔を見てるとですね、さあ、次は何を始めようかっていう気になってきます。まあ、それが私の原動力です。まあ、そんなふうにですね、10年間、デロリアンと一緒に EV の世界を見つけてきました。え、これから先、どんな未来が待ってるんでしょうか。そして、どんな未来を作っていきましょうかね。えっ、ー、と、未来って、なんかね、自分で作れると思うんです。で、皆さんとも、ぜひ一緒に作っていきたいな。 と思ってます、えー、ぜひ一緒に作っていきましょうそれでは次はあの EV デルリアンが空に飛べるようになった頃にお会いしましょうどうもご清聴ありがとうございました